このメニュー。アニメ、乙女ゲー世界は、モブに厳しい世界です、のゆっくり解説やっていきます。ちなみに褒める動画です。否定できない欠点も目につくけど、特色のある作品ではあったわよね。ちなみに作者曰く、男性向けらしいです。女性ファンも結構多いのでうまい感じですね。ではあらすじ。妹の頼みで、ロボシミュレーション要素が付け足された乙女ゲークソゲーをプレイしていた主人公は事故死。女尊男卑な設定で、ファンタジーと SF が入り混じった乙女ゲーっぽい異世界に転生してしまう。いつものだけど男主人公よね。リオンは平穏無事に生き抜くため、ダウンロードコンテンツのチートロボである、ルクシオンとアロガンツを死に物狂いで回収する。石田明さんがヒロインである。その際、新人類とか旧人類とか、いろいろルクシオンから言われるけど、その辺は5期とか6期とかになって、ようやく関わるので割愛。ともかくチートのルクシオンをなんとか引っ下げて学園生活にやってこれた主人公リオンは、本来の乙女ゲー主人公であるオリビア、愛称リビアや、悪役霊嬢なちょと盲信のアンジェリカ。そして攻略キャラのイケメンたち、さらに謎の少女マリエ、キャラクターボイスサクラアヤネ、が、本来の主人公リビアの代わりに、攻略対象であるゴバカを攻略していた。リオンはマリエ、キャラクターボイスアヤネル、の姿から、前世の妹、キャラクターボイスアヤネル、のイメージを想像するが、映画や2期がないと真相は謎。ちなみに、マリエのチャートは、ガバチャ、R っていいえ、なんですけどね。巨大チートロボ、アロガンツに乗ってみたりしつつ、平穏な人生を歩みたいリオンだが、どんどんモブ離れが進んでいく。魔法使い黎明期のセブ君を見習ってどうぞ。果たしてリオンは、王妃のミレイヌさん30歳、かわいい、と結婚することができるのか。実際厳しい世界だけど戦いは続く。あらすじは困難だけど、ゲーム転生ものの本来の主人公、別の転生者の扱いが面白いのよね。乙女ゲーあるいは、それ風の世界観に転生する系の作品は、結構、本来のポジションにきつめだけど、ハメフラのマリアちゃん、聖女の魔力のアイラちゃんと、いろいろ続いてきてのリビアって感じよね。本来の主人公であるリビアが、主人公であるリオンの介入で、ゲーム通りの成長フラグを折られてるんじゃないかって問題が出てきて、主人公や他の転生者による介入で良くも悪くもいろいろ変わってきてるというのが、1クールでわかりやすいのよね。変化した部分もあるけど、いい成長もある、みたいな話がわかりやすいわよね。ちなみに別の転生者のマリエも、ぶっちゃけ主人公の妹なんですが、2期や映画があったら家族としてうまい付き合いになってくるし、お互い気づいてない1期でも、なんだかんだリオンとマリエ仲いいよねってシーン入れてたり、サクラアヤネさんつながりだったりと、シリーズ構成の伊原健太先生が、すごくいい具合にまとめてくれて、1クールで良い原作を引き出してくれてるところが多いですね。ちなみに幼女戦記、新潮勇者、月道、見える子ちゃん、友達ゲーム、異世界おじさんの、シリ構成の伊原健太先生です。え、シャチバと私ダンフルダイブアクラスの井ノ原健太先生。仕事って大変だよね。まあもしかしたら、福本新一共同監督がうまい具合にフォローしてくれてたのかなという気がするけどね。ただ原作がイレギュラーなんだけど、きっちりとまとめるところまとめて、リオンも痛いところ疲れたりルクシオンに突っ込まれたりと、結構バランス感覚の上手い人で、そういった原作とコミカライズの魅力もあって、そっち方面の宣伝としては頑張ってたと思う。ナロー版も読みやすいし、コミカライズも、めちゃくちゃいい人連れてきてる。コミカライズの塩里潤先生が、元からモブセカ原作ファンで、作画もめちゃくちゃ可愛くて、すごい当たりの人なんすよね。結構、ナロー版なり書籍版なり漫画版なりに興味持ってきたって人もいるし、そこら辺アニメ化による宣伝としては、いい結果だったんじゃないかな。原作の印象を引き出そうとしてる、っていうのが大事なのよね。声優陣も、マイクロマガジン社にありがちなドラマ CD からの声優チェンジもあるんだけど、ただアニメでのキャスティングは、いい具合に豪華で、大塚武雄さんのリオンもいい味出してたし、豪華声優陣もイメージ通りで、いい感じだったかな。マリエは実家で声が低そう。やはりプリコネの仲良し部なんだよな。
ドラマ CD のマリエは、アーニャ・タネザキさんだったからね。モブセカが今後続くなら、前世のマリエの娘であるエリカちゃんに種崎あつみさんを使ってほしいと思います。あとは、攻略対象のイケメン、ゴバカたちよね。最初はリオンが嫌ってたんだけど、一度チートロボ使って、ボコボコにする展開が、最初の盛り上がり。でも負けたことをバネにして、自分たちの弱点を克服しようとしたり、あいつらなりに苦労してるのも見えて、リオンと仲良くなるのがいいのよ。なおジルク。クラリス先輩捨てたのはどうかと思うし、キングボンビーだけど、割とリオンともユリウスとも話は合ってそうな気はするぞ。ちゃんと、みんな成長を感じられるのはいいところよね。個人的に漫画やナロー版の頃から、すごく完成度高くまとまってるなと思った作品なんだけれども、アニメでも声優さんの演技も良いし、シナリオの取り捨て選択も良いし、オープニングのアレンジとか、最終話オープニングの使い方とかね。最終話でオープニング使うのは王道だけど、まさかあそこで。あそこはチープだからこその、勢いでゴリ押しする展開とかあって、なんかもう許してしまうかもしれない。オープニングもエンディングもいい曲だったと思うわ。オープニングは人を選ぶかもだけど、リオンの心境で勢いに乗ってるし、エンディングはリビアやアンジェなりの乙女心を感じる良い曲だったね。まあ、ぶっちゃけ音響は、必要なところでちゃんと曲面に合った曲とかちゃんと入れてくれて、そこは最低限だったね。なんだとかなんだとかは言わないけど、本当にひどい作品って、マジで音響とのすり合わせできてなくて、ひたすら無音が続いて淡々としてるんですよ。他はさておいて、モブセカはギャグも多いから、テンションのつなぎ方は良かったわよね。ギャグコメディア、それぞれの成長。実は結構やばい世界観とか、そこら辺はうまく書かれてたかな。デフォルメキャラが多いのも、それはそれで作風に合った。とは言うけれども、作画関連はやっぱ、正直、低予算を感じて、きつい部分はあったかなと思う。改めて見ると、3話から、海外にグロス投げまくりなの確認したからね。ぶっちゃけ名前出しちゃうけど、演技さん自体が、なんかカンコレ2期やるために作った会社っぽいんだけど、演技初期の良作だった宇崎ちゃんだったり、長く育てられたモブセカや、タンモシを犠牲にしてまで、リソースの割き方、考えるべきなのかというのは、ちょっと疑問に思うところもある。カンコレ2期はその時まで待つけど、それはそれとして。海外に投げるんだったら最初から、アワレンさんみたいにビリビリに託したり、女優認定や最果てのパラディンみたいに海外元請けにしたり、そういう方が良かった気がするわね。グロス窓口としての利益の流れもあるから仕方ないけれどもね。まあ、モブセカは、ロボット要素もあったから、そこでコストが重かったのもありそうね。正直まあ続編をやるなら、スタッフ変えてほしいと言われるのも、正直仕方ないかなという、そういう印象はあるんだよね。ただ、予算と時間があれば変わる可能性もあるし、そこら辺は、次があるなら挽回してほしいわね。もしかしたら同じ作者さんがオーバーラップで出してる、俺は青函国家の悪徳領主、が2024年くらいに来るかもだけど、ただモブセカアニメが成功してるなら、その分、今後に繋がればいいかなっていうところですね。低予算ってことは、コスパがいいってことでもあるしね。ヒットしたら予算は増やした方がいいとは思うんすけどね。ただ総量としては、いい原作を、できる限りの範囲で、あれこれやりくりして原作と漫画の魅力を伝えた秀作。露骨に低予算で、実質的に海外制作アニメ、になっちゃってる感じだけど、それでも部分的には頑張ってる。アロガンスも、決闘や黒騎士爺さんとのバトルは、頑張ってたと思うわ。原作と漫画の反則としては、十分役割を果たしたと思うし、次に繋がるならちゃんと気合い入れてほしいと思う。原作と漫画と声優に、かなり救われた作品ですね。低予算なろうらしい感じだけど、むしろそこも込みでなろうらしい。でも、次があれば頑張ってほしいわね。やっぱ配信利益時代は、いい時代だと思います。個人的には広告との決着編は、映画で見たいっすね。以上です。ご視聴ありがとうございました。